こんばんばはです2020年の5月も最終日31日ということになっております、ね、えもう1週間前になりましたけど某のまあ坊の鈴木愛理夏焼みやび嗣永桃子というところですねをリアルタイムで熱狂しながら見るなんていうのがもう1週間前かと思うとまあ熱狂しながら見るのもインターネットの中でなんて感じなんですけどまあそこ前後本人たちまあ アイリーとミアですよね。とかのインスタライブとなんか同時にバーチャルライブということでは一番楽しかったような最近の思い出ということでそのボーノの動画僕2つあげました、えー、と5月の23日と24ですねこの 2days のところにコメントくれた方々でまだお返ししていない方々ここに、えー、コメント返しをしていくなんていうので5月を締めたいと思っております国をチャンネルいつものお願いなんですけどもまだチャンネル登録がお済みでない方は こういった形でハロー、ハロー関連という風になってますけどね、っ、えー、と様々リアルタイムであったり、過去の歴史であったり、お誕生日お祝いだったりなんていうのを皆さんと一緒に共有していける、そんな場所を目指しておりますので、登録の方、ぜひご協力いただけたら、ハッピーな気持ちです。そんな感じです。じゃあ早速コメントのお返しの方行ってしまいましょう。お読みしながら進めていきます。よろしくです。コメント返しはラジオ的。そんな感じで聞いているだけでも楽しめるように、歴史背景なんていうのも織り込んでいきます。うん、現状もね。じゃあいっちゃいましょう。 えとまずはね直近のやつ書いてくれた方からいきますね、えー、剣万次るさんいつもありがとうございます、えー、米会社ありがとうございますそして登録者1000人おめでとうございます、えー、数女って書き方が悪かったです数学女子学園ですサイン5サイン明太子の笑いえっ、ー、とご後浦夏みのツアー DVD ありました、えー、そんなピリピリでしたか笑い、えー、今ではあんた嫌いって目の前で言いたい言い合ったとかって言ってますよね え、でもあれくらいの気の強さで全然いいんですよ。なんかこんな何かみたいな <laughs>。え、でもすぐ6月12日なので、楽しみに首を長くして待ってます。おお、ありがとうございますね。これ1000人、えー、これを初めて見た方はあれですけど、1000人到達という風に youtube を始めると必ず目指す一つのなんていうんですかね。一つ目のああやっちゃった。もういつもごめん。一つ目の難関なんです。 それも皆さんのおかげでチャンネル登録いただいた皆さんのおかげで到達したあ日の最初の動画が前回のこれだったんですよね。お礼にということでございました。で、ね、後浦夏海の話その前にそうだ、数学女子学園ね。そうそうそう。見てたよ。見てたよ。<laughs> たよねあの、あの時代ぐらいまでテレビはまだね、あ,あのハロープローよくうまくコミュニケーション取れてる感じで使えてたような感じしますね。ねで、後浦 後浦はね、再結成あれだろうけど、某のみたいに、後藤とナッチで、後藤と,とそうだって、後藤とナッチでやったらあ、結構俺は上がるけどね、そ,その辺どうなるかなと、もう何も来てないや。すいません。うん、その辺上がるけどね、と思いました、えー。で、あとこれだ、6月12日楽しみ。ね、俺、これね、ネガティブな話しないからね。 で、どうしてかというと6月12日にまつわる人のことを考えてくればわかると思うけどネガティブに言っていって彼女が何にも得しないのさで僕もファンだからあの子がただ一個言えるのはもう人間関係的とか引き出しとかでいろいろやるの起りてるだろうから原点の歌に戻ったらいいと思って <laughs> ちょっとずれたねすいませんそうそういうの思ってましたねで後浦はちょっと。 うん、なんか今のタイミングのなんとかおうち時間的に言ってる間に後藤となっちだやるかな <laughs> なんて思って想像が膨らみましたボーノのこの活動というのの今の2020年型のところで後浦もやったら面白いかもねって話だったと思います引き続き様々なアイデアよろしくお願いしますありがとうございますじゃあ続いてまいりましょう み、えー、ヨんみヨんさん1000人おめでとうございます、えー、ベイメータファンですがボーノの配信見ましたよやっぱり生歌生演奏は良いですね3人のキャラクターがはっきりしてて初心者でも楽しめました国尾さんがお勧めされたのも納得ですあと意外と知ってる曲ありましたタイトルは知らなかったけどなんとなく聞き覚えがあって驚きましたかっこ初恋サイダーと恋愛ライダーかっ えー、初恋サイダーはなんかのテレビで見てて、えー、恋愛ライダーはスーメタルがお姉さんと一緒にアッシュ時代に発表会で歌ってましたリンク一応貼っときます5時二十分あたりからですなんかいろんな歴史があって面白いですねありがとうございます拝見ももちろんしましたうん、これは可愛かったしやっぱ人に歴史ありって言うと簡単ですけどね、そういう時代の流れの中に やっぱりアイリーミヤ亜桃子というのがねいろんな今現役で活動してるアイドルの方々にも確実に残ってると思いますよそれぐらいまあ、ボー坊の3人っていうのは洗練されていて今もまあ桃は活動してなくても本当に金字塔を打ち立ててると僕は思っていますから影響力大きいいと思いますよ。特に今二十歳前後でアイドルやってる子でこのボーノの3人は知りませんっていうのをだいぶ通用しないはずなんですよね。 なのでこの3人の中のどれかのモデルにアジャストしていっても今のアイドル活動もし二十歳ぐらいでやってるんであれば結構ナイスチョイスだと思うし洗練されたセンスを持ってる方なんだろうななんて思ったりもします。ね。それスーメタルも、まあ、スーメタルなんていうのもその中では飛び抜けですけどね。そこの考え方がなんか教材としてというより自然に好きで自分のスタイルに昇華されたというようなパターンなのがスーメタルだと思うんですけど。 まあその旅の途中であったり今実際やっていた過去はこういうふうなことを思ってたんだよっていうもう個人のスタイルが確立されてる方でもねあるかもしれないなと思うようなのがこのボーノの3人なような気がしますまた引き続きこんな話もしてまいりましょうありがとうございましたじゃあ続いてまいりましょう、えー、マンライオンさんおんです矢継ぎ早の投稿大歓迎です遅くなっちゃったけど ところでデメリットな話題です話題なのですが「岡井ちゃんの件」「インスタ YouTube のアカウント削除」「確保閉じ」と「緒形春菜ちゃんの件」「確保悪質 YouTuber に劇道」「確保じ」はどう思いますか?「ハロー」を卒業されたお二人ですが面がくっきり分かれた感じですよね」「おかえちゃんのセ赤裸ラ,ラなトークが危険すぎて元の事務所に怒られた?」 えー、それプラスアンチな方々の誹謗中傷に心が折れたからなんでしょうか尾形春菜ちゃんはアンチな方々の問題はありましたが自身の YouTube できちんと正論を言っちりと思いますやっぱり邦夫さんが以前言っていた通り審判がいない中で野球かっこ SNS かっことじをやるのはいろいろ問題が起きやすいのでしょうかハローの OG には幸せになってほしいのですが好きなことをやるというのも表現の自由というのも難しいもんですね。 今は SNS 上の度が過ぎた誹謗中傷はいじめと同じく社会問題化してますよね。答えづらかったらスルーして、えーえー、構わないです。まとまりのない長文になってすいませんでした。いえいえありがとうございます。うんこれね確かに僕回答するかちょっと最初見た時に悩んだんですけど、まあ一般的なありきたりな僕の意見というところ、あんまり皆さんと変わらないと思うんで、そういうことでよければってことでお答えしたいと思いますよ。ね。 で社会問題になっている僕 SNS の誹謗中傷っていうのはもう皆さんいろんな意見で揃ったと思うんですけど、うん、僕うたどっちかというとういより受手の方が長い人生だったで今今多分今後もそうだと思うんですよそうすると顔と名前と所在がわからない人名前もハンドルって言っても例えばどっかの SNS と名前がひも付いていたりそういうことですよ。どういうキャラクターの方かわからない人の話意見っていうのは。 基本的にあの構ってもいいけど相手側が絶対自分と同じ熱量じゃないはずなんですねだからそこは気にされない方がベターだと思います僕の場合どうしてるかというと僕はそういう方でも大体複数のアカウント持ってたりするパターンとかいろんなさまざまな経験があるので大体どういう方がどう来てるかっていうのは想像がつくんですよ新パターンは知りませんでなのでなのでこういう場合っていうのもそんなに僕は傷つくということはなくある程度うん あのその方のマインドということの方を成立させて、えー、いただいて社会にちゃんと立てる立場として立てる絶対言葉が書けるし理解もできてそれで書いてくれる方なので必ずそよあるはずなんですよなのでそこに戻っていただくもしくはそこに初めて立っていただくっていうのを偉そう調子に乗って言うとしたらあ一緒に頑張ろうぜと僕もある程度外れてるところあるんで <laughs> まあ似た者同士なのかもしれないんですよ。そういうふういに思うところが僕の場合はあります で、これもう一つね尾形春菜さんおかえちゃんの件だと思うんだけどおかえちゃんの件は僕この前のさっき言ったのと一緒でまあ家族関係そうだけど業界に精通ししたた方方とととちゃんとお話ををて、てて守っっっもらえる体制いいと思いの作が思ます。それはもう YouTube やるにしてもうしゃべりで何かやる場合雑誌もそうだよテレビも全部多分おかえちゃん本当ノーガードでリングにはやったりだって猫パンチ出してボコボコにされちゃう感じっていうのがずっと続くと思うんで。 だけど、おかいちゃんには歌があるから。で、なんでかって言ったら、俺がファンだから。だから、おかいちゃんは歌ってくれれば、いくらでも僕歌について、彼女の声について、感受性に関して、今のタイミングに関して言ったのは、全然エンターテイナーとして受け取れるし、深掘りもできるし、こういうような形でお届けしていく。まあ、何の足しになるか分かりませんけどね。そういうふうなことができるということです。で、緒方春菜ちゃんでしょ緒方春菜ちゃん、僕、YouTube 見てます。 えー、で「俺普通に可愛いと思ってんのよでモーニングの時代も「可愛いと思ってたし演劇やってる時のひたむきさもひたむきでいいなと思ってただけど「モーニング娘。」って誰でも言われるじゃないですか何をやってもどうしてもでそこを気にするセンシティブな人なのかなっていうところは当時も感じてたんですけど今表現してる YouTuber 的な部分とか本人が話してる部分とかでなんつーのかな 事務所とのうまくの付き合い方っていうのが探し取れていないのかもしくは自分がそことは関係ないところでリスタートやりたいのかは分からないですだけどいろんなことを挑戦してやっていくっていうのは2020年型の時代としては面白く受け取ればいいのかなっていうふうに思ってますよ本人も楽しんでほしくて SNS やってるっていうことなんだと僕は思いますけどねでこの YouTuber のもう一件ねこれ僕も多分言ってる方でも拝見したと思うんですよ で彼の YouTube も一本筋は通ってるし言いたいことは分かるそ,それだけだと思うんですよだけど誰かを傷つけるところっていうのの配慮っていうのがうーん、まあ、まさか同等とはご本人も思ってなくて言ってたと思うんですねあのファンとしてこういうことを思ったよエンターテイナントの僕もよく言うじゃないですかいろんなところに見せていくっていう意味で1 3あ百三じゃないや360度からの意見っていうのは受け取らなければいけないのがタレントであったり。 そのスターでああっったりってあると思うんですよだからそこに出ていった以上というのが分かってらっしゃる方の YouTuber さんの意見だったというふうに僕は思ってるんですねだけど受けて側はそうは思わないでそれを見てしまったっていうところですのでこのまあライオンさん書いてある通りの社会問題化している現象っていうところの断片ではあったのは間違いないと思います、うん、なので僕のこの話も危ないっちゃ危ないですよね危なくないようにしても,もちろん喋ってますよか危ないこと 俺,は俺はあんまり言ってないつもりなんですけどねどうしてかというとタレント連中とか事務所の連中とかで話しする時もそんなに僕この音も変わんないんですよな,なんでかって言ったら自分が流れてるものでやらないとついつも合わないし自分はそういうふうに生きていきたいからってことですよねだからあんまりそこに関しては、うん、言われたら俺注意されたことって気になってたりする場合って自分で直すじゃないですかでありがたいなと思うんですよみんな全体的に俺らがそうしてえばいいんじゃねえのって思うけどね だってミスはするもん <laughs> でミスと思ったらとりあえず迷惑かけたなとかやばいなと思った人に謝罪してねなんとかすいませんでしたって今後こうしますここですよね今後こうしますっていうことで落としどころ見つけてきゃいいんじゃないですかねこれ多分何,何百年何千年も前どんな国でもやってるやつだと思いますまあそんな考え方ですとにかく我々は楽しんでやっていきましょう引き続きよろしくお願いします じゃあ続いてまいりましょうえっ、ー、と車椅子さん国尾さんおすすめの稲葉さんを確認しようとしたらジュースジュースを一人一人見なければ第一印象を語れないと思い5時間経ちましたでも楽しかったですなお先入観を持たないために国尾さんの過去動画を見ないようにしました8人のメンバーさすがに皆さんうまいですね、えー、宮本さんイコール声がかわいい稲葉上村さんイコールロックシンガーのよう宮崎さんイコール推しになりそう笑い 他の皆さんは高音が綺麗な方、中音域が素晴らしい方に分かれている印象でした。そしてダンバラさん、圧倒的な声量にびっくりしました。ソロ曲を探していると、ダンバラさんとアイリさんの国家声唱を見つけたのです。アイリさんの不断技的な歌い方が好感を持てました、えー。ダンバラさんはちょっとがっかりしました。えー、彼女ならもっとパワフルに歌えるはずです。アッシュのシ,シーは緊張しても、実力出さなければならぬ笑い。えー 肝心の稲葉さんですね。響きませんでした。愛理さんと比較してしまうと、てんてんてんすいません。でも、急遽オーディションに落ちたり、全速で苦労して這い上がってきたようですので、さらに追いかけてみたいです。探しているうちにいろいろ発見しました。ちーちゃんが見れましたあ。ベイメタファンにおいて最も愛されています。過去当あやのバラード、思い溢れてずっと好きでいいですか最高じゃないですかなぜもっと歌い続けてくれなかったのか 終わったと思ったら最後に一番の響きがやってきました。新メンバー、ハテナ、井上さんです。スタジオでの歌唱ですが、なんという透明感。彼女はどこから来たの現在,8人と現在の8人と違ったテイストを持っているように感じます。どういった化学反応を起こすの,か,こすのか楽しみができました。長文ですいません。またファンの方に不快な思いをさせましたらお詫び申し上げます。ありがとうございます。 えーとこれはお,びお詫び申し上げますがこれ見てる方に僕も意見いただいたんですけどこういう文章こういうというか僕この文章全然悪いと思わないですね取り上げる僕が悪いと思われるんだと思うんですけど、えー、とこう再三説明しておきますけどトータルのコーディネートの中でこれが誹謗中傷になっているかどうかで僕は判断したいと思いますでなってないはずなんですよ音楽を聴き取る上での聞く上でのファンとしての心理として成立していて 個人ののじゃなくて、そこのパーツ、要は本人が出すべき楽器としてとか音として商品ですよねのものに対しての評論だと捉えているのでお返しするっていう説明うっさくてすいませんねそういうことができると思ったので、えー、お読みしておりますじゃあそんな感じで、えー、とこの中でピックアップするところっていうのはジジュースジューーススまず聞いていただいててただ感謝しま,すまあ僕が歌としてアイドルグループとしてもうこれ日本一まあ日本一というのは世界一なんですけども。 そういうようなアイドルグループと思っているところなので、今この話というのを触れるのは、某のを知って技術っていうところでもしフューチャーしてくれるんだったらここですよ。だから間違いないです。で宮崎ゆかちゃんを惚れそうって、推しになりそうっていうのは最高。で、今は歌ってくれてないけどね。うん、そ,れその気持ちはわかります、ね。で、このダンバラルルさん。で、これは期待値が相当高いってことですよね。僕は、 あの広島のあの国家聖書どういうふうな気持ちで見たかというとアンジュルムのこにメキシコにいた時に iPhone で聞いたんですけどダンバラ・ルーにとっては大役ですよ彼女は広島出身広島カープファンそして、えー、国家斉唱歌うというところよほどの緊張とよほどの重圧とその中であれだけ鳴る響く声しかも国家ですよ僕は鳥肌立ちましたね なので今からもしかしかかかたらですこれはわりません今から聞くという立場なのとあの時リアルタイムで情報を追って僕はツイッターかんかであファンの方が上げてくれたダンバラルルのお動画を見たんです聞いたんですその時も外国にいて僕泣きそうですもん本当にそれぐらい気持ちが入ってるってその前の彼女のヒストリーも知ってるから僕には感情移入があったのかもしれないでそういうふうに捉えましたということですねえ でも期待値が高いということなんでしょうからそういうことも言わせぬ圧倒的っていうのを期待してるっていうふうに取りましたねえそういうことだと思いますね、他のこのそう稲葉真中ねで真中はあのこれもね総合力あとドラマいろいろっていうところを追ってないと分かりにくいところなのかもしれないなっていうところは変わらずですねなんかこれ真中は僕で取り上げるときにもう少し分かりやすくしますよじゃその時またお話できればと思ってます ね、あとちいちゃんベイメーターに置いて愛されてるんだ,だこれ誰がファンかってことかなちょっとここが詳しくない何、うん、か情報あったらください、えー、あやや聞いたねあややねあああややはねこれは歌い続けてくれないのは彼女はメンタル的に家庭に入るってことを選んだっていうのは僕はもちろん取ってそうとってるし子供二2人いるし うん、本人が女性として生きる上で歌というところは通過点本人の中の一部このどっちかだと思ってますでそして家族というものもうちょっと愛の感情の深いところっていうので彼女はつながり絆っていうのを持ってるはずだからもし本人が歌いたいと思ったらそういうところを優先してきた松浦綾でしかできない歌の世界っていうのを僕はもうただただひたすら待つって感じですねもうこれそれでいいと思ってます 松浦はもうそこを選べるだけのことを芸能界でも歌手でもやってきてる女優でもねだからファンとしてはそれ見せてくれたっていうことだけでももう十分感謝でここから先はもう本人が後悔しない人生そういうふうに思ってるんでこんなやつもいたよなんて思ってもう一回歌聞いてくれたら響き方変わってくるかもしれないですねえねそう井上麗やと井上麗は今十分間に合います この期間に過去の井上レイがソロで歌ってるやつとかを聞いてみてもいいかもしれないですね。こぶしファクトリーのセカンドアルバムに入っている「好きかもしれない」という曲があるんですけどこれまず聞いてみてくれたらいいかもしれないです。でこの曲『レイレイのソロ』みたいに言って言うんだけどレコーディングよりも明らかに後にやってるライブの方がいいんですよ。これをなんか届けられるものがどっかにあればいいんだけど YouTube 上ではなかなかあライブだけあるかライブ映像があるかもしれない。 それを聞いてみてほしいなと思いました。そんな感じです。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。じゃ続いてまいりましょう。えっ、ー、と、パズンごねさんコメント返しありがとうございます。実力派ユニットの件も,もちろん承知しております。ただ各グループのエース角を集めたようなスペシャルなユニットがあればハロプロの入り口としてちょうどいいんじゃないかと感じたまでです。あともちろん,うーんツンクさんの曲もいいと思ってますよ。笑い。ただ当時は男子中学生でなんかすごいアイドル的なものに拒否反応があったんですよね。 本当にもったいないことをしました。まあボーノにハマった時点で十分ドルオタの素質はあったんでしょうが。笑ありがとうございます。今ドルオタね。うんドルオタとはちょっと違うものかもしれないですけど、最近のアイドルっていう、先ほど申し上げたのと同じですね。やってる子たちっていうので、ここルーツだったら、ボーノルーツだったらやりやすい今だと思いますね。 これいろんなの角度でボーノって語れるんで今日この時点でパズネコスパズゴネさんがこう思われても来週変わったっていいやつなんですよ。それぐらいボーノってうんその時の自分の感情というところと立ち位置っていうところで見方変えられるなそしておの湧き出すエナジーっつうんですかフィーリングっていうんですかそういうのが。 うん、なんか難しいこと言おうとしてないんですよ。そういうのが変わるなってことを本当に先週の久々にライブ映像を YouTube で見ながらで思いました、うん。ね。そんな感じです。またこんな話もしましょう。引き続きお願いします。じゃ続いて、えー、と車椅子さん、PS ですね。えー、あ紹介不要ですと書いてますので、紹介はなしにしましょうあの。もちろんお読みしてます。 今後ともお願いします <laughs> じゃあ続いてまいりましょうえっ、ー、と石島海斗さん、えー、登録者千人突破おめでとうございますももちが歌っているのを初めて聞きましたバラエティ番組で MC にいじられるバラエティ担当なのかと思っていましたが思いっきり歌唱メンバーなんですね笑い 今回の動画とは関係ありませんが、自分はベビーメタルファンですが、ベビーメタル以外にも音源よりライブがいいアーティストが好きで、YouTube などで探してから実際に地元のライブハウスやフェス、都内のサーキットライブに行きます。別の動画で邦夫さんもライブで感動したアーティストが好きだとおっしゃってました。えー、ハロプロ以外でライブに感動したアーティストはいますかできれば現在も活動中でライブが見れるアーティストを教えてください。自分が行った中では、えー、藤原さくらさんのライブが素晴らしかったです。 これからも動画の更新を楽しみにしております。ありがとうございます。ふんふん。ねえ、桃でもこれでいいんですよ。バラエティ番組、m c 担当と思われていただけど今見て会って気づいたってことじゃないですか。桃子、そこも考えてたと思いますよ。本当は現役の間でね、ベリーとボーノ気づいてあげてってなるけど、うん、でも今気づいたって、それはその気づいた方のタイミングですもんね。これ知ってくれてありがとうございます。ね嬉しいですね。 で音源よりライブがいいやってうとねこうやっぱ話似てきますねさっきも言ったんですけど井上レイも絶対ライブの方がいいんですよ井上レイ単体というまあハロー全敗全敗だってハロー全体ですよ、うん、レ,イレイもそうだしねうんいや音楽アーティスト系のものってこの10年ぐらいでライブさえ渡りと爆伸びしてますからね、うん、まあ僕はそう思ってますよ でハロプロ以外でライブに感動したアーティストはいますか難しいというか広いたくさんあるたくさんあるなこの質問はねライブっていうところでハロプロ以外だけどハロプロに近いところでハロプロ聴いてる人が分かるってところで落とし込みますかねうんアイドルじゃなく女性歌手で言ったら僕は中森明菜さんのディナーショーですね 3年前かな FC に入らないといけないやつで久々の復活のディナーショーがあったって言った2年連続でやってくれたんですけどその2年目のやつです1年目行けなくて <laughs>、ね、それはあの背筋が凍るぐらい感動しました最近で「うん、ハロー」以外でって言ったらそこ大きいかなまああと外体とか様々いますけどそういう話をまた改めてしましょうかで今日はそんな感じですね あ現在も見れるだから中森明菜がまた復活してくるかどうかだからね現在も見れるってとこで言うと、まあ、この自粛期間が終わればだけど、うん、終わればだなシショョココタンなんかはいいっすよ、うん、僕外国でほとんど外国で見てるんですけど、うん、彼女は。 歌だけじゃなくてライブのテンポの持ってき方そこかな場の選び方場のつかみ方がすごく上手そうそっちかもしれない歌で感動してどうこうっていうふうにしたらハローのメンバーのおー僕はファンだからそっちの方が数は多いけどねんかそんな印象ですこちらこそ今後とも動画を楽しんでいただければと思いますんでまたご意見お願いしますありがとうございますじゃあ続いてまいりましょう えと車いさは何度も失礼します、えー。ジュースのメンバー入れ替わってるやん。もちろんそうだぜ <laughs> そう。宮崎ゆかちゃんって言ってたからね、それでしょうね。まあ、それあの、受け入れてみて聞いてくださいよ。お願いします。楽しみましょう。ジュース、本当に。じゃあ、もう一個の最初の動画の方にコメントくれた方のお返しで、今日はあラストしましょう。リャプニャンさん、喋り方に清潔感を感じます。一言ありがとうございます。 もうそう受け取っていただけてるだけでね、なんか自分のいろんなものがなんか流されていくような <laughs> 気持ちになります。うん、そんなあれどっちでもないと思いますよ。うん、綺麗でも汚くも、まあ、汚くなったら洗って、で綺麗だなと思ったらちょっと汚しに行くぐらいな。<laughs> 間違ってるかもしれないですけど、そんな感じです。 まあ、じゃあ、てなことで、えー、ボーノの話、ボーノ関連でハローに広がったり、歌手の話に広がったりするっていうこと、皆さんがお付き合いいただいているおかげで楽しく進められていると思っております。えっと、今後とも、国にチャンネル、こういった形で様々織り込みながら進行していきたい。なので、皆さんコメントい入れなこお願いします。では、また、えーっと、6月に次はなると思いますね。お会いしましょう。ありがとうございました。いよいよる、夜を。